ロスアンデスのテレサは、チリのカルメル海修道所、カトリック教会の聖人。本名、フアナ・フェルナンデス・ソラール。チリ・サンティアゴの裕福な貴族階級の4番目の子供として生まれたフアナは、両親から、フアニータと呼ばれた。5歳の頃から、敬虔なキリスト教信者として育ち信仰を深めていった。 その一方で乗馬などの運動や音楽にも親しみ、学業の成績も優秀で、貧困層の住民に対しての心遣いを忘れなかった。聖母マリアへの信心を深め、ロザリオを唱えていた。15歳の頃、フアナは締結の誓いを立て、信仰に生きる決心をし日記を執筆し始めた。彼女は、信仰の深かったカルメル会の主導委員長から、 霊的指導を受け入会する決心した。1919年5月7日、ロスアンデスのカルメル会修道院に入り修道所となり、イエスのテレサと名乗った。しかし、彼女はチフスを発症しその苦しみを受け入れ、1920年、青春間の間に、描写の秘跡を受け、修道所としての誓願を立て、同年4月12日に、死去、19歳だった。 彼女の残した有名な言葉に、紙だけで足りるというものがある。死後、彼女が残した、日記等の文書を通じてその聖徳が認められ、劣勢調査が開始された。1987年、ローマ教皇ヨハネパウロ2世によって劣服され、1993年、劣勢された。ありがとうございます。